二種金とは、江戸時代に流通した金貨の一種。金座及び幕府関連資料に見られる、正式名称は二種版であり、版は金貨特有の古称、美称であった。金銀図録及び大日本貨幣史などの古戦書には二種版金と記載しており、貨幣収集会ではこの名称もしばしば用いられる。形状は長方形短冊状。表面には上部に、 大疑惑に十三の切り紋下部に二種の文字が刻印されている。裏面にはつ字の署名と花王が刻印されている。また、最初に鋳造された元禄二種版には、裏面右上部に鋳造実期を示す年代印、元が刻印されている。額面は二種。その可幣価値は1、8両に相当し、また1、2分に相当する。 一手版、二分半とともに、小版、一分半に対し一両あたりの含有金量が低く抑えられた小版に対する臨時貨幣というべきものであり、補助貨幣的な性格の定位貨幣であった。元禄十年に初めて発行されたが、法永七年の漢字金の発行に伴い、通用停止、その後店舗三年に店舗二手版、万円元年に万円二手版が発行された。 万円二手番は後に、明治二手番と改名して、明治二年まで鋳造されている。元六二手番は、元六小判と同品くらいであり、両目が1、8に作られており、本位金貨的性格を有する。慶長金の時代は、1分半より、定額の係数貨幣は、官営通り、宝数文み税にしかなく、1分は、皇帝相場で一貫分に相当するため、 高額貨幣と小額貨幣の中間に相当する係数貨幣がなく、花肌使い勝手が悪いため、日種という額面は歓迎されるものであった。しかし幕府は、形長金回収を促進するため、日種版への両替は、元禄金に限るという策を講じた。天保二種版天保二種版は、天保三年九月三日から鋳造が始まり同年十月二十四日より、 通用開始され、これは、保持金銀発行前のことであり、新文字金銀の系統に属するもので、両目は新文字小判の1、8に作られているが、金品位は48%削減されており、花だ低く海中による出目獲得を目的としている。後の店舗小判に対しても、含有金量で著しく劣る、低品位であったが、当時銭相場が低下しつつあり、 小学金貨が便利とされ万円年間まで使用されたため発行口は多額に上り小判のような本位金貨を量駕するに至った。吹き替えにより幕府が得たデメは101万8300両であった。通用停止は慶応2年5月末であり、通用期間は比較的長いものであった。万円に主版万円に主版は万円元年4月10日より通用開始された。 万円二分半と同品くらいで1、4の両目に作られており、万円二分半と伴いに事実上本位、貨幣的地位の主導権を握っていたと言える。万円二分半と同様、万円小判より純金量が劣る改中による、出目獲得を目的とした貨幣である。江戸時代の金貨としては、最も薄償なもので、使い勝手が悪いためか、鋳造量は伸びなかった。 通用停止は古今銀停止の明治7年9月末であった。ありがとうございます。